はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ウイニングポスト、やっていきたいと思います。先日ね、ライブ配信でお送りさせてもらったマクミラン・ゼウスの菊花賞、結果は残念でしたが2着でした。マクミラン・ゼウスは、そのまま2冠馬で、成長型も早熟やったんで、4歳になった時に引退しました。ちょっとね、途中で成長が止まってしまって、であれから、半年かな、半年経って、いや、もっと経ってるわ、1年ぐらい経ってるかな、うん、1年経ってるわ1年半ぐらいか次のね、次世代の競走馬が育ってきました。じゃあちょっと見ていきましょうか。まず、一番上から、4歳馬の微笑みですね。微笑みは、ダート馬です。3月5週目 UAE ドバイワールドカップに出ます。だいぶね、厳しいね、戦いだと思うんですけども、せっかくの出れるチャンスなんで、出走したいと思います。で、朝日が6歳馬なんですけども、高松宮記念に出ます、3月5週目ね。そしてこの3歳馬のうらら、このうららで、ボバ3冠になってきたと思います。そして同世代のクラウド、この馬もめちゃくちゃいい馬ですね。さあ、ちょっとうららと年も一緒で同じボバなんで、2と3冠のクラシック取りに行くと絶対どっちかは取れないんで、クラウドはちょっと海外を主戦場にして頑張っていきたいと思います。4週目、3月4週目オーストラリアのザ・ BMW 出ます、 G1 です。そしてアテナもオープンクラスでね、海外のレースに出ますね。で、コスモ・キャット、一応今ウイニング牧場でオープンクラスは7頭いますね。そしてシティ・トリプル・ハラミチ、入球前のアイラ、小町もいますね。マクミラン・キララとマクミラン・奇跡の子供がね、大体どっちも優秀なんでね、もう性別が一緒とかやったらね、デルレースがガッチャンコしちゃうんですよね。なんでここはうまいことを分けてね、やっていきたいと思います。さあ、クラウドが今週ザ・ BMW 出走ですね。そして翌週に微笑みがドバイ、アサリが高松宮。では調教の方をしていきましょう。うん、みんな大丈夫そうやね。お、一人キャッツ、方を踏み出して、あとね、いつもお世話になった調教師直島さんがね、引退してしまって、ちょっと新しい調教師に変わってるんですよね。ちゃんと入球前に青島さんの年見てなかった。ある程度年齢いくとやっぱ調教師の方も引退しちゃうんでね、引退したらね、メニューのレベルとかも全部ね、違う調教師のレベルに変わるんですけど、だいたいレベル1から始まるんですよね。なんでちょっときつい。お、クラウド2万人気ですね。追い込み怖いな。
させていくか。遠い子今おらんやろ。おらんねえ。きつい。ジワやねん、しょぼいってどこなんかめっちゃしょぼいって。海外のレースやかって。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クワイエットブルーツ好スタート。リードサップ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリードサップ花に立ちます。その後ろからはクワイエットブルーツ、この馬も上がっていく構えです。さらにはジョージリーガル15番バレンティドローマ、その後ろブライトリープ後方からの競馬では、前の方から先手を取ったのはミラクルオアシス、並んで6番リードサップ、ジョージリーガルすぐ後ろ、その隣にスプリングアンバー、その外からラウンドシンフォニー、もう一度先頭からタレンティドローマ、先手を取りました。ね、その後ろからはミラクルオアシス、その隣にリードサップ、その横にジョージリーガル、ラウンドシンフォニー、この馬もこのグループ少し間が空いてプレイディーライツ、その外からリアルパーク、その後ろにスプリングアンバー、クワイエットフルーツすぐ後ろ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで G1 2勝ブライトリープ、その外からウィンドベスト、その隣にピーチハード、ムービークイーン、すぐ後ろ最後方にジャックスピン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から15番タレンティドローマ、依然として先頭、さらにはミラクルオアシス、並んで G1 馬ジョージリーガル、先頭は依然としてタレンティドローマ、ミラクルオアシス、ほとんど差がありません。3番手にマクミランクラウド、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったミラクルオアシス、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はリード3追いすがります。マクミランクラウド頑張る。ここで先頭に立ったマクミランクラウド、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ミラクルオアシス必死に追います。2番手はラウンドシンフォニー、マクミランクラウド独走、マクミランクラウドぶっちぎりです。マクミランクラウド1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マクミランクラウドがまさしく日本が世界に誇れる馬です。二冠馬の子供ですね。やってくれたよ。素晴らしいね。次マクミラン花道か。いや、ダイジェスト入れていきましょう。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はアドマイアステップ、アドマイアステップ先頭、あと 200m、 アドマイアステップ先頭だ。アドマイアステップ先頭、日高シンボル迫る、外から一気に日高シンボル、アドマイアステップ、アドマイアステップ1着、2着にはどうやら日高シンボル、見事に勝ちました。アドマイアステップマクミラン花道完敗です。着外に沈みました。調子悪そうやったね。ああ、一度理解が後ろになったからか。さあ、そして今週は微笑みのドバイワールドカップ、そして朝日の高松宮ですね。渾身の仕上げでいきましょう。朝日はいいや。そして宇多田は皐月賞まで残り3周ですね。でクラウドがオカール賞、これ G2 に出んの。他の G1 のレースで適正距離なかったんかな。
クラウド適正距離がね2100から2500なんでね、ちょっと幅がちっちゃいんでね、まあいいでしょう。さあ微笑みドバイ頑張ってくれよ。やっぱ11番人気か。ダートバスさせるって難しいな。砂漠に囲まれたメーダン競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。アポロパスサ、鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。シリウスエース、 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。なかなかねダート馬がいないんでね。依然としたその漆黒の馬体に何かを起こす気配を秘めています。マクミラン・ホフエミからでも2回目の挑戦ですね。前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。アロハプロモーション、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか、パーフェクトアムンゼ。鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。ラスカルサクセス、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。バランスオブパレード、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台で空に映えます。アスコットダンジン、前走では惜しくも勝ちを逃しました。その借りをこの大舞台で返したいところ。ソシアルムイッシュ、直線で大井から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。レイズカラーズ、さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの支持に応えたいところです。シックスピード、G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。オリーブイレブン、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。好走を期待したいところです。エアシーカー、さあいよいよ発走です。全部14頭か。軽いな。なんかローは軽いな。世界最高峰のレースやの。軽い。さあ、微笑み頑張って。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはパーフェクトアムンゼ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくパーフェクトアムンゼ行きました。続いて前へ行くのはラスカルサクセス、さらにはレイズカラーズ、2番シリウスエース、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはラスカルサクセス。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。ラスカルサクセス先手を取りました。シリウスエース、すぐ後ろ、その後ろにパーフェクトアムンゼ、その外からアスコットダンジグ、黄色の帽子、バランスオブパレード、その後ろ、その外からレイズカラーズ、内からはアポロパスサ、緑の帽子、ソシアルウィッシュ、その後ろ、すぐ隣にエアシーカー、その外からシックスピーク、その後ろにアロハプロモーション、しんがりからビゼンホース、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。米国二冠馬ナスカルサクセス、依然として先頭、米国二冠馬来たの、その外にレイズカラーズ、先頭は依然としてナスカルサクセス、レイズカラーズほとんど差がありません。シリウスエース、3番手マクミラン・ホフエミ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はシリウスエース、シリウスエース先頭、あと 200m、 シリウスエース先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。アポロパッサー、シリウスエース追いすがります。アポロパッサー、アポロパッサー1着、5着2着にはどうやらシリウスエース、勝ったのはアポロパッサー、見事な勝利です。
番人気飽きたね。ちょっと一度後ろにやったか。先行馬やもんね。ちょっと後ろ過ぎたね、さすがに。さあ次は朝日の高松宮記念ですね。何気に高松宮あんま出てなかったんよね。2番人気逃げていきますか。さあ G1 高松宮記念の発走です。状況競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。ベビーチャーマ、昨年の最優秀短距離馬の登場です。当然狙うは最優秀短距離馬来たか。まあ来るよね。おきたいところです。ネバーエプソン、G1 の大舞台ですが、臆することなく挑みます。オートリーターゲット。オートリーのところの馬やね。どっちやろ。馬の方かな。茂の馬体はひときわ目を引きます。実力も十分な注目馬です。当選個人。こちらは今日の2番人気。人気は譲っても勝利を譲る気はありません。マクミラン朝日。この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか。ザッツザレトワール。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。メジロエーム。当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。ファントムグルーヴ。サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。指のスタイル。前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。オートリーシェル。決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末足を見せるか。行くのよう。鞍上は人気薄での名手。一発の可能性は十分にあります。銀狼回帰ファイルを思い出すね。この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。僕は子供の頃にあったドラマあれ面白かったな。数々の足毛伝説が期待をかきたてます。ノーブルプリティ。前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。桜サイレント。いざ G1 の大舞台。陣営の期待も高まります。エリモマリー。いざ G1 の大舞台。陣営の期待も高まります。カリビアンジュニア。前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。当選ミステリー。さあいよいよファンファーレです。日本レコードアグネスワールド。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の当選ミステリー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。西のフリート、好スタートを切りました。桜サイレント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて桜サイレント行きました。桜サイレント競りかけていきました。内からは当選個人メジロエーム、すぐ後ろ並んで連勝中のユリノシタイン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は桜サイレント、まだ粘っています。オートリーパーゲン、ほとんど差がありません。西のフリート3番手ネバーエプソン、これはかなり後ろからの競馬です。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はメジロエーム。先頭2番手は西のフリート。残り 200m メジロエーム。先頭だ。残り 100m メジロエーム。ここまでか。
ジャッツザベトワール内から一気にネバーエプソムジャッツザベトワールジャッツザベトワール1着2着にはどうやらネバーエプソム見事に勝ちましたジャッツザベトワールネバーエプソム2着止まりしかしなんとか面目を保ちました。どんま朝日ナイスナイス。宿長さんとか買ったね。お、マクミラン小町も新馬戦ですね。こっちは奇跡の子供か。よろしく。3月の収支は、プラス1億ですね。1億8172万。さあヨークが誕生しました。マクミランキララ39が生まれた時なかなか立ち上がることができずにとても心配しましたと。でも空が白み始めて光が差し込んだ瞬間何かが投資されるのにすくっと立ち上がってくれたんですよ。一安心した後その立ち姿を見て今度は新たな発見で起動しました。どうした？立ち上がるのに苦労した理由はその雄大なバックとスライドが伸びた長い獅子ゆえでひときわ目立つ素晴らしい技の持ち主だったんですよ。途中で会話終わった。この子だけなんかメッセージが違う、コメントが違う。これは重になるぞ。全員評価額1億円超え。あれでも未来とキララの子供やからね。トリプルは抽選か。さあ今年も桜が咲いてますね。さあ皐月賞まで残り2週間です。そしてクラウドが丘あるでしょうね。ミゲ賞、朝日はミゲ賞。帰ってきてないんやね。そのまままだ海外にいるんやね。オッケーオッケー。あーほほえみも、もうピーク過ぎたね。とりあえず放牧所とか。トリプルが御堂筋ステークス。ダイジェストで見ていきましょう。カーブしてさあこれからです。先頭変わってシャープサンクス2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はオリーブオペラ。残り 200m シャープサンクス。これはきつい。先頭だ。リードは1馬身。
後続のアシーロはどうか。2番手はオリーブオペラ、シャープサンクス1着、シャープサンクス1着、2着にはどうやらオリーブオペラ、1番人気に応えました、シャープサンクス、見事です。3着か。うららがやばい、調子下がってきた。大丈夫かな。今週の仕上げ使いまーす。使わんでよかったかな。でもこれさっき調子見れへんからな。さっき調子見れないんでね。さあ次はマクミランシティですね。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってマクミランシティ、残り 200m、 先頭はナッツエレガンス、ナッツエレガンス先頭、成田朝日食らいつく、ナッツエレガンスもう一伸び、ナッツエレガンス1着、ナッツエレガンス1着、2着は日高ノワール、これは桁外れの強さだ、ナッツエレガンス。マクミランシティは7着、ナイス、頑張った。あ、でも2番人気か、2番人気7着か。さあマクミラン・ウララ1番人気ですね。新聞見ていきましょう。外枠からか、1個誰かに20まで持っていかれてるね。誰、サンジャガー、足で行きましょう。先週の桜花賞に続き、今週は5番の一番サツキ賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。オートリクロケット、今週はダービーでね、今週の試合で使いたかったけど、メズロシャーディー、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。アストンシャーク、数々の足毛伝説が期待をかきたてます。ワーキング風船、前走の敗退を調教師が変わってるからね、青島さんからそれがでかいんよ。好位につけハイペースでいけばゴールが見える、エリモアール、G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。これは完全僕のミス。 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。エトワールシデン、彼が途中で引退するのを考えてなかった。バナクリゲの美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。ファイナルマリア、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。アドマイアタック、
決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末脚を見せるかツインムーン。 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。ロンドンドロール、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。センターカフェ、語り継がれてきた足毛の勇者たち、その伝説を受け継ぐことができるか。サンジャガー、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。西のセントラル、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。オーロラシャトル、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。頑張るから。2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。ラッキーイメージ、さあいよいよスタートです。とりあえず最初の関門、これを勝たんことにはね、先週の桜花賞に続き今週はボバのクラシック第1弾皐月賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のラッキーイメージ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、エトワールシデン前に行きそうです。ワーキング風船それに続いています。さらにはロンドンドロール、7番西のジハード、その後ろオーロラシャトル、後方に控えました。では前の方から見てみましょう。エトワールシデン先手を取りました。すぐ後ろに西のジハード、並んで4番ワーキング風船、ロンドンドロール、この馬もこのグループ、その外から西のセントラル、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のマクミランウララ、中段につけています。ラッキーイメージ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭からエトワールシデン先手を取りました。その外から西のセントラル、その後ろにロンドンドロール、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。エトワールシデン先手を取りました。さあ先頭はまだ8番エトワールシデン、西のセントラル、ほとんど差がありません。ロンドンドロール3番手、大外からピンクの帽子マクミランウララ、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエトワールシデン、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はマクミランウララ、残り 200m、 一気に後続がやってきた。マクミランウララ、先頭です。このまま押し切るか、やはり強いマクミランウララ。まずは1巻目、マクミランウララ、1着でゴール。マクミランウララ、1着、2着にはどうやらメジロシャーディ、マクミランウララ、 G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。よし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 、ナイスナイス。なんか嬉しいっていうよりも安心のは買ってしまった。ああ強さん、クラシック買って最高の気分ですよ。今年のクラシック先生はマクミランクララウララを中心に回っていくことになるんでしょうね。次のダービーが楽しみになりましたと。そう、この青島さんの後のこの瀬川っていうおっさんね、こいつがしっかりしてくれんと。もちろん日本ダービー来てます。さあ次はコスモですね。アンタレスステークス、これも G3 ですね。重賞戦です。ダイジェストで見ていきましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はマッハダイヤモンド、マッハダイヤモンド先頭、2番手はマクミランコスモ、マクミランコスモ追いすがります。マッハダイヤモンド、もう一伸び、マッハダイヤモンド、マッハダイヤモンド、1着、2着にはどうやらマクミランコスモ、マッハダイヤモンド、見事一番人気に応えました。3冠も大事なんですけどね、ちょっとダートの方もね、
しっかりと力で入れていきたいですね。アテナがアメリカか。それキャットがフローラステークス。先週マクミラン村が見事皐月賞で優勝してくれましたね。と、強さんやりましたな。マクミラン村のクラシック性がしっかりと届きましたよ。マクミラン村の母マクミランキララのクラシックになるですから、マクミランキララ検査、これが所有馬による記念すべき、親子クラシック成果となりますね。おめでとうございます強さん。今回の偉業達成を聞くにマクミランキララさんに勝ったくじのことを期待してます。手間もくれた。めっちゃ遅れてるやん。うわぁ、ってな、調子崩してるなぁ。いや、これ来たらもう僕出さな。アテナも今週出走するからもうそのまま行く。微笑みにそのまま行って、あうらら、しっかり調子合わされるかな日本ダービーに。それだけが心配。放牧出すとこやった。13番人気か。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はジャングルブラウン。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はリッチラセーヌ。残り 200m ジャングルブラウン先頭だ。残り 100m ジャングルブラウン厳しいか。リッチラセーヌ、ジョージプス追いすがります。リッチラセーヌ、リッチラセーヌ1着、2着にはどうやらジョージプス。勝ったのはリッチラセーヌ。見事な勝利です。13番人気4着は大したもんですよ。ナイス。お、これも1番人気ですね。キャット4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは西のモニカ、アグネスストロング先頭。2番手はマイネアマゾン。先頭を捉えるかマクミランキャット。まだ後ろ懸命に前を追っています。ここで先頭に立ったマイネアマゾン。マクミランキャット抜けた。マクミランキャットもう一伸び。先頭はマクミランキャット。1着でゴール。マクミランキャット1着、2着はマイグローリー。マクミランキャット見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。ナイス。お、多くしてる。今年多く滑れる馬はいいヒント持ったけど、お、アテナお帰り。
種付けのシーズンか。すいません、キリもいいとこなんで今日はこの辺で、配信は終わろうと思います。マクミラン、うらら、見事ね、皐月賞取ってくれました。次は日本ダービーです。頑張っていきたいと思います。では皆さん、次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。